貴様らアフタートーク。さあ2週連続マジックプリンス大城光くんでございます。お願いします。気合入ってる。いやもう吉川さんの代わりってことで、はい、まあね今回はねいつもより大人っぽい格好で来たんですよ。認識してるの？あのセットアップというかね、こう、うん、なんかいつもセットアップなイメージ。まあ確かになんかね、そんな、はい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 、ちょっと代わりでもなろうかなと、うん、ちょっとだけ意識して吉川さんファンが見てた前にそこまでね、うん、気遣っていただいて、顔だけ見なければ吉川さんかなって思ってもらえるぐらい、順調に差がありすぎて、ね、全然共感ができる。溢れる、溢れる光くんの魅力が。あ、そっか。あ、そうか。面白くも大きいイメージあるけど。顔がちっちゃいからね。だって一回俺、あれいつだっけ？去年末ぐらい？はい。あの、ゆうまくんと、うん、あの、光くんに挟まれて写真撮ったの。あ、そうそう、撮りました、撮りました。俺、マジでね、小学生、俺小学生ぐらいのなんか。ベタなあの宇宙人の、ね。そうそうそう、ロズウェル事件みたいな。うん、あ、小学生で思い出したんですけど、うん、あの、近所の、はい、おばあちゃんが下まで見てるんですって、うん、あ、ありがとう、嬉しい。で、俺が出てたってことに今気づいたらしく、光くん本当に出てるんだみたいな、嬉しいね。で、テレビに俺が出てるのも初めて見たって言って、近所で盛り上がって、そうかそうか、おばあちゃんがあの子可愛いがね、あの子って言って、あの宮坂ちゃん、あら、まただよ。ほら、みんなやっぱね、二言目にはそうやって言うのよ。ありがとうございます。あ、確かにそうですよね、笑顔素敵ですね、うんうんうん、であのね、あの横のお二人の子供もね、すごくはしゃいで出てきまして、え、お子供ってなって、打てない打てない。だからオープニングでいつも二児の母って言うから、なんでよ、見る人からしたらここ二児二人いるから、いや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 、産んでないし産めないし覚えないし、めっちゃそれでえ、マジでびっくりしちゃって、おばあちゃんレベルまで行くともうわかんないよ、お子さんそんな若く見えてる、その本当に子供じゃないにしても、うん、お子さんっていう風には見られてる。子供には見られてる。子供とは言ってたんだ。でっけえ子供だな。まあ、可愛いんでな、俺らな。そうなんだよね。おかしい、何これ。大城くんからせっかく褒めてもらってちょっとキャハってなったのに、何なんだよ。大城くんは褒めてないの。え、あれ褒めてないの。おばあちゃんが。そうよ。何なのよ、何本当に。大城くんが可愛いって言ったわけだ。おばあちゃんが言ったわけだからね。言いなさいよ。そこ大事、そこ大事、そこ大事。おばあちゃんが、おばあちゃんが言ってくれた、おばあちゃんが言ってくれた、言いなさいよ。ちょっと待って、これからさ公開収録4月の20日にあるじゃないですか、はいはいはい、私いつもいつも疑心暗鬼でお二人のこと見てんのよね、うん、本当に可愛いって言ってくれてんの視聴者さんは、うん、みたいな感じで、うん、言ってるよ、言ってますよ、ね、じゃあ私もう本当会ったら絶対言ってほしい、私に待ってね、会ったら私に言って、直接10人いたら、うん、マジで8人は言ってると思うよ、言ってる、だから可愛いっていうのもその、あ、そうね、うん、何なんていうの、その、まあ、いろんな意味がね、いろんな可愛いからじゃん、なんか明るくて可愛い、あ、そうそうそう、分かった分かった、そういうことね、うん、愛玩みたいな、おもちゃみたいな、そういうわけじゃないけど、そういう人もまあいるかも分かんないけど、うん、美しいって見る人もいれば、いろんな意味で愛されてるんじゃないの、それは、そうそう、なんでここまで言わなかったのじゃあそういえば先週さぶち切られたけどさ、はい、あのそう大城くんにさ、うん、聞きたいことがあるっつって、あー、なんか、あ、なんか言ってたの、あんまり可愛いって言われないから、言われ慣れてないから、うん、いつも反応に困るから、うん、いつもアイドルだからさ、かっこいいね、光くんとかさ、かわいいとか言われるでしょ、ね、どうやって接してんの、それ、まあ、どうやって接してるの、見えじゃねえ確かに、そう、まあでもそんな、いや、おめえでもおめえでもねえもうダメだ、一生光くんに聞けないわ、これ本当にもういい、ね、というわけで、また来週、光くん、ありがとうございました、ありがとうございました、聞きたいことまた聞けなかったごめんね、なんか